会見の方を開始させていただきます。共謀罪法案につきまして、プライバシーに関する、特別報告者からの、質問状、日本政府に対する質問状がありましたので、それについて、それに関連するですね、情報提供を行いたいということでございます。書簡の中には、NGO に対する監視ということが明言されておりまして、今日お集まりいただいたこの NGO から代表して来ていただいておりますので、そのあたり当事者としての立場もあると思いますので、そのあたり含めて、記者会見の方にさせていただければと思います。まず冒頭に海道雄一の方から、このレターの内容と、それに関連した日本政府とのやり取りについて、説明申し上げます。お願いします。共謀罪の実行委員会の回答でございます。記者会見たくさん集まっていただいてありがとうございます。今日たくさん資料を配っておりますが、ちょっと資料の説明をしますと、最初にその質問状について解説バージョン2となっているもの、これをこれから僕が説明しようと思ってますが、これの後ろにはですね、国連 の、 その、特別報告者に関するその基本文書、それからその最後のページにロイター通信 の、 その、報道した菅官房長官のコメント、を配ってあります。それからもう一つ包みはこの、この書簡全体の翻訳、5月22日改訂版となっているもので、ございます。でこれにはあの原文もつけてあります。でこの5月22日改訂版となってますが、あの法案の名称等が少しあの、日本語から英語にして、英語から日本語にするときにおかしくなってた点を直した程度で、あとあのインデントの付け方なんかのところを少し修正した程度で、ございます。あのイタリック体になっている部分があるのは、これはあの入手した情報によって次の事実が認められるという部分が、このイタリック体になっているというと、ちょっとそこはご確認ください。でもう一つが官房長官の声明に対する反論という、書面で、日本政府見解というのがどうも国連向けに出されているようで、ジュネーブ代表部から国連の人権高等弁務官事務所に出たようで、あの今日本文の文章を頂戴しました。これも後で伊藤さんに読んでもらうようにいたします。おそらくまだ皆さんお持ちではないんじゃないだろうと思いますので、それに対してその後金立さんの反論文、これをあの小川龍太郎弁護士と藤本弁護士が、協力して翻訳してくれたものをあの持ってきておりますので、それを読み上げたいというふうに思います。それではあのこの解説バージョン2というのをちょっとご覧いただきたいと思うんですけれども、5月の18日に、国連のプライバシー権に関するその特別報告者、人権理事会が、に対して報告義務を負っている、特別な資格を持った専門家ということですが、特別報告者制度について簡単な説明をここに書いておきました。最近でいうと、やはり、メディアの独立性、表現の自由についてあの報告されたデビッド・ケーシーなども有名ではないかと思います。最初に送られたこの手紙ですね、この中身の重要な点は、たくさんありますけれども、手紙文の方をちょっとご覧いただきたいと思うんですが、最初に この法律がですね、法律の広範な適用範囲によってプライバシーに関する権利と表現の自由への過度の制限につながる可能性がありますというところがすごく重要で、その下に入手した情報によりますと次の事実が認められますと。これはおそらく、私の推測ではですね、国連 の、 あの人権高等弁務官事務所 がまとめたレポートが彼に提出されていて、それに基づいて認定されたのではないかと思います。でこの部分については事実の間違いがあったら指摘してくださいというふうにはっきり書かれています。そういうあの事実が違うんであれば指摘しろというふうに言われているのに対して、具体的なことを指摘しないで、抗議するなんてことはやってはいけないことじゃないかと思います。それを日本政府はやったわけですけれども、そして3ページの提案された法案はからのこの、3パラグラフが非常に重要だと思います。この部分に、金立さんのこの法案に対する評価がはっきり、示されていると思います。ここがちょっと重要なんで読んでみますが、提案された法案は広範な適用がされる可能性があることから、現状でまた他の法律と組み合わせてプライバシーに関する権利及びその他の基本的な国民の自由の行使に影響を及ぼすという深刻な懸念があります。
とりわけ私は何が計画や準備行為を構成するのかという点について曖昧な定義になっていること、および法案別表は明らかにテロリズムや組織犯罪とは無関係な過度に広範な犯罪を含んでいるために、法が恣意的に適用される危険を懸念します。これが法案の、その、まあ、刑法的な、その、広範な適用ということについて警鐘を鳴らしている部分です。で次のパラグラフで、法的明確の原則の原則は、刑事的責任が法律の明確かつ正確な規定により限定されなければならないことを求め、もって何が法律で禁止される行為なのかについて合理的に認識できるようにし、不必要に禁止される行為の範囲が広がらないようにしています。現在の共謀罪法案は抽象的かつ主観的な概念が極めて広く解釈され、法的な不透明性をもたらすことからこの原則に適合しているようには見えません。まあ、この点は日弁連や多数の刑法学者などが言っていたですね、この法案の根本的欠陥という部分について、まさしく、国連の専門家も見解を共有しているということが示されたという点で極めて重要な指摘かと思います。で3つ目のパラグラフが金立さんが、所管されているプライバシーの権利に関わる部分になるわけですが、プライバシーに関する権利はこの法律の幅広い適用の可能性によって特に影響を受けるように見えます。さらなる懸念は法案を押し通すために早められているとされる立法過程が人権に悪影響を及ぼす可能性がある点です。立法が急がれることでこの重要な問題について広範な国民的議論を不当に制限することになりますということで、その後にですね、プライバシーの保護に関して、5点にわたって非常に具体的な問題点が指摘されていて、このプライバシー保護策を新たに導入するような新たな規定がないとか、現状主義の強化が予定されていないとか、国家安全保障を目的とする監視活動について第三者機関の設置がされていないとかですね、あと司法の監督について非常に不十分なのではないか、まあ、これは日本の裁判所に対する批判にもなろうかと思いますが、そういうことが指摘されています。秘密保護法じゃないや通信傍受令状の請求について、令状請求のわずか 3% しか却下されていないというようなことが指摘されております。そして、最終的にですね、その日本政府に対してどういうことを要望したかという点はこの5ページから6ページにかけてのところなんですが、まあ、この右の各主張の正確性に関して追加情報と見解を聞かせてください。ですから、まあ、政府が真っ先にやらなければいけないことは、この国連の専門家がこういうふうに認識していると言っていることについて、ここは正しいとか、ここは間違っているとかですね、まあ、一個一個こう認否しなければいけないはずなんですね。その作業がまずされていません。それから、この改正法案の審議状況について情報を提供してくださいと。そして、国際人権法の規範、基準、法案との整合性について情報を提供してください。まあ、この法律が明らかに規約の定めるまあ、この中では17条を中心に議論されていますが、まあ、我々表現の自由も関連していると思っていて、まあ、金立さんも最初のところで 19条についても触れていますけれども、まあ、国際人権法との整合性について情報を提供しようと。そして市民社会がちゃんと意見を述べる機会があったのかどうか、まあ、そういったことを、指摘して、この5ページの一番下の段落が重要ですが、要請があれば国際法秩序と適合するように日本の現在審議中の法案、その他の既存の法律を改善するために日本政府を支援するための専門知識と助言を提供することを慎んでお受けいたしますということで、でこの非常に状況が、まあ、進展してしまっているので、やり取りは全て公開させていただきますということが最後に書かれている、まあ、こういう中身になります。それで、ちょっと私のその解説レジュメの方にのの、戻っていただいて、今4まで、5まで説明した形になりますが、これに対してですね、菅官房長官が、まあ、我々が知ったのは5月22日なんですが、どうも、いろんな情報を総合すると5月18日の段階で、国連人権高等弁務官事務所に対してジュネーブ代表部からですね、紙が回されていくようです。日本語のものが入手できましたので、ちょっとこれ読んでもらいます。では代読させていただきます。プライバシーの権利特別報告者に対する日本政府見解、既特別報告者の懸念及び質問に関しては日本政府として速やかにご説明する用意がある。
しかしながら、そもそも我が国における今回の組織的犯罪処罰法の改正、テロ等準備罪の創設は、すでに187の国、地域が締結している国際組織犯罪防止条約、TOC 条約を締結するための国内担保法を整備するためのするものであることを指摘したい。TOC 条約第5条は、締約国に対し、重大な犯罪を行うことの合意、または組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方を犯罪化することを義務付けている。しかし、我が国には現行法上、参加罪は存在しない上、重大な犯罪の合意罪に相当する罪もごく一部しか存在しない。つまり、我が国の現行の国内法では TOC 条約の義務を履行できないのである。このように、我が国が TOC 条約を締結するためには、新たな立法措置が必要である。しかしながら、TOC 条約の国内担保法については、国民の内心を処罰することにつながるのではないかといったさまざまな懸念が示され、10年以上の長きにわたり議論が行われてきた経緯がある、背景がある。今回、我が国が整備しようとしているテロ等準備罪の法案は、そのような国民の意見を十分に踏まえて策定されたものである。すなわち、同条約が規定する長期4年以上の自由を剥奪する罪を重大犯罪、重大な犯罪とした上で、同条約が定めている組織的な犯罪集団が関与するものとの要件を付し、対象犯罪を組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定される重大な犯罪に限定している。さらに、同条約が認めている合意の内容を推進するための行為を伴うという要件も付している。前述のとおり、187の国と地域が同条約を締結しているが、我が国が承知する限り、テロ等準備罪のように国内法において2つの要件を付している国はほとんどない。そして、ほとんどの国が重大な犯罪の合意罪、いわゆる共謀罪の処罰対象犯罪を長期4年以上の自由を剥奪する刑に限定せず、あらゆる犯罪としている。また、同条約の採択以前からほとんどの国には重大な犯罪の合意罪または参加罪が存在し、本条約の締結に際し新たな法整備が必要でなかったことも指摘したい。これらのことから、我が国のテロ等準備罪が187の国と地域の国内法との比較において極めて制限的な処罰法であることは明らかである。そして、仮に非特別報告者の懸念が正しいものであるとすれば、それは我が国のテロ等準備罪に向けられる前に187の国と地域の国内法に向けられなければならないはずである。本件について、我が国としては非特別報告者が国連の立場からこのような懸念を表明することは差し控えていただきたかった。非特別報告者が海外にて断片的に得た情報のみをもってこのような懸念を示すことは、日本の国内事情やテロ等準備罪の内容を全く踏まえておらず、明らかにバランスを欠いており、不適切であると言わざるを得ない。まずは、現在我が国で行われている議論の内容について、公開書簡ではなく直接説明する機会を得られてしかるべきであり、非特別報告者が我が国の説明も聞かずに一方的に本件公開書簡を発出したことに、我が国として強く抗議するということです。で、この抗議書はおそらく、金立さんの手元にも届いていて、それを読まれていると思うんですが、官房長官の記者会見で述べられたこともですね、外電が流してましたんで、こういう報道がなされていますということを我々の方で金立さんにメールをしました。で、それを送ったのが、昨日だったんですけれども、すぐに返事が来て、今日これから読み上げるような政府に対する反論、文書が届いたということです。決してこれは怪文書ではなくて、現実に、来ている文書そのもの、英語の文書もお配りしていますが、英語の文書の次のページに翻訳がついてますが、これは昨日の夜作ったもので、小川弁護士が作ったものなんですが、それを少し藤本美恵弁護士が直してくださったものを一枚紙になってます。こちらの方を今日読み上げさせていただきます。私の所感は、特に日本政府が提案された諸施策を十分に検討することができるように、十分な期間の公的議論を経ることなく、法案を早急に成立させることを愚かにも決定したという状況においては完全に適切なものです。私が日本政府から受け取った強い抗議は、ただ怒りの言葉が並べられているだけで、全く中身のあるものではありませんでした。その抗議は、私の所感の実質的内容について一つの点においても反論するものではありませんでした。
この抗議はプライバシー権に関する私が指摘した多くの懸念またはその他の法案の欠陥についてただの一つも向き合ったものではありません。私はその抗議を受けて5月19日の朝次のような要望を提出しました。もし日本政府が法案の公式英語訳を提供し当該法案のどこにあるいは既存の他の法律または付随する措置のどの部分に新しい法律が私の所管で示唆しているものと同等のプライバシー権の保護措置と救済を含んでいるかを示すことを望むのであれば私は私の所管の内容について不正確であると証明された部分について公開の場で喜んで撤回いたします。日本政府はこれまでの間実質的な反論や訂正を含むものを何一つ送付してくることができませんでした。いずれかの事実について訂正を余儀なくされるまで私は安倍晋三内閣総理大臣に向けて書いた書簡におけるすべての単語、ピリオド、コンマに至るまで維持し続けます。日本政府がこのような手段で行動しこれだけ拙速に深刻な欠陥のある法案を押し通すことを正当化することは絶対にできません。日本政府はその抗議において2020年の東京オリンピックに向けて国連越境組織犯罪防止条約を批准するためにこの法案が必要だという政府が多用している主張を繰り返しました。しかしこのことはプライバシーの権利に対する十分な法措置のない法案を成立させようとすることを何ら正当化するものではありません。日本が国連条約を批准することを可能にし、同時に日本がプライバシー権及び他の基本的人権の保護の分野でリーダーとなることを可能にする法案、それらの保護措置が欠如していることが明らかな法案ではなく、を起草することは確実に可能でした。私は日本及びその文化に対して深い愛着を持っています。さらに、私は日本におけるプライバシー権の性質及び歴史についてこれまで調査してきており、30年以上にわたるプライバシー権とデータ保護に関する法律の発展を追跡してきたものです。私は日本が高い基準を確立し、この地域における他の国々及び国際社会全体にとって良い前例を示していただけるものと期待しております。ですので私が先の書簡で書かなければならなかったことは、私にとって大いなる悲しみであり不本意なことでした。現在の段階においては日本政府が私の書簡で触れたプライバシーの権利に着目した保護措置と救済の制度に注意を払い法案の中に導入することを望むばかりです。私が書簡にて述べました通り私は日本政府が私の支援の申し出を受け入れてくださるのであれば日本政府がさらに資料深い地位へ到達できるよう喜んでお手伝いをさせていただきます。今こそ日本政府は立ち止まって内政を深め、より良い方法で物事をなすことができることに気づくべき時なのです。私が書簡にてアウトラインをお示ししたすべての保護措置を導入するために必要な時間をかけて、世界基準の民主主義国家としての道に歩みを進めるべき時です。日本がこの道へと進む時、私は全力を尽くして支援することといたしましょう。以上です。でまあ、最後私のコメントを締めくくりたいと思うんですがこのレジュメのですね最後に書いたことになりますけれども、まあ、日本政府は、まあ、今日、これから開かれるであろう衆議院の本会議でこの法案をですね衆議院としては採決しようとしているというふうに伝えられております。しかしでそして菅官房長官は、特別報告者というのはこれは個人の資格で行動しているんだと、そんな人の言うことを聞く必要がないみたいなことを言ったように伝えられていますがこれは大変な間違いです。その特別報告者は国連の、人権理事会によって任命されていてそして、国連に対して報告書を作成します。そしてこれが採択されたらですねそれは国連の見解となってこれが人権理事会の場で引用されればですね日本は受け入れるかどうかを迫られることになるわけですね。そういうプロセスを、まあ、春日官房長官が知ってるのか知らないのか分かりませんけれども、そういう、このような見解を無視してもいいというようなことを政府のトップにある方が言うということは本当に国際社会にとって恥ずかしい、驚くべき無知の産物ではないかというふうに思います。一番大切なことはこの衆議院における採決というものを自制してそしてこの質問に対してきちんと答えることだと思います。
世界基準の民主主義国という言葉が、まあ、先ほど使われておりました。まさしく日本が民主主義国家であるならば、国連からのこのようなあの問いかけ、そして協議をしたいという申し出に対してですね、強行採決をもって答えるのではなく、一旦この採決手続きを中止してですね、きちんとした協議を行ってもらいたいと思います。以上です。はい、続いてですね、ちょっと後ろの時間の関係で、先にあの若林秀樹さんの方から、ちょっとご発言いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました、若林秀樹と申します。ナンスルという NANSL という皆さんに馴染みはないと思いますけれど、秘密保護法 NGO アクションネットワークの略であります。で、私には国際協力 NGO センターの事務局長をしております。国際協力 NGO センターというのはこのナンスルの一メンバーであるということで、今日は代表して話をさせていただきます。基本的にナンスルの立場は今日ご登壇いただいている団体の声明と基本的に変わりませんので、あえてそこには触れません。基本的には反対いたします。この自由権の問題とか人権の問題について、これまではまあどちらかといえば人権 NGO にまあお任せしてた部分が多分あると思うんですよね。ヒューマンライツナウさんとかアムネスティさんで、実は私自身もアムネスティ日本の事務局長を2ヶ月前にやっておりましたので、この場に座っていたかもしれないんですが、もう我々としては国際協力 NGO としても黙ってられないという状況に来たというふうに思っております。ですからあえてここに来てですね、直接皆さんにお訴えさせていただきたいというふうに思っております。世界的に市民の、まあ、自由な市民社会のスペースが非常に脅かされている状況があります。活動家とか NGO に対する弾圧が世界的に蔓延しているという状況に対してですね、この自由権の確保というのは非常に重要であります。まさに我々市民団体 NGO が活動する基盤なんですね。それが本当に脅かされている状況がこの日本から発信されるなんていうのは夢にも思っておりませんでしたけれど、強く抗議し反対したいというふうに思います。ジャニックという我々の団体もそうなんですが、今 SDGs ってご存知でしょうか。持続可能な開発目標というのが2015年の9月に採択されました。17の目標なんですけれど、このゴール16というのはまさに自由権の確保、あるいは司法へのアクセス、公平な法の支配ということをここで謳っています。なぜこれを出しているかというと、基本的にはさまざまなやっぱ途上国だけに限らず国内外のすべての問題に対して、ここは社会を成す基盤なんですよね。これをやっぱりやるということが SDG16 のまあ趣旨でありますし、日本政府もそれを守らなきゃいけないんですけれど、それに反する行為がまあ今日この共謀罪法案にも現れているんじゃないかなというふうに思っております。私もあのアムネスティにいた時も思っていたんですけれど、まあ仮にこれが国連の立場を代表反映するものではないという、これ自体は間違いでありますけれど、これまでに過去ずっとですね、国連のさまざまな条約機関からの勧告に対して一切無視をして耳を傾けてない状況があるんですね。法的拘束力がない、それはどういうことなんでしょうか。何のために国連に入ってるんでしょうか。日本として何をしたいんでしょうか。まさに根源的な問いに対して背を向けているのが今の日本の政府の状況ではないかなというふうに思いますので、改めてそのことを申し上げ、そしてこの法案に反対するということを申し上げまして、ナンスルを代表して私の意見とさせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて、まあ、そういった日本政府の対応等についてですね、伊藤和子さんの方から発言いただきたいと思います。お願いいたします。ご紹介いただきました弁護士でヒューマンライツナウ事務局長をしております伊藤と申します。で、私たちからも声明文をお手元に出していると思いますけれども、この法案がですね、憲法そして国際人権法にですね定められた普通の一般の市民の人権を深刻に脅かす危険性があると思っておりまして、このような拙速な形で議論が進み、30時間といった時間で非常にプライバシーに対するセーフガードもないまま、本日採決されようとしていることに、強く抗議をしたいと思いますし、反対の意思をここで表明をしたいと思います。
でとりわけこの、特別報告者から出された、正当な疑問に対し、乱用、恣意的な運用の恐れ、ということに対して強く抗議をし、そういうことはないというふうに、明言をされる、政府の、態度、に対しても非常に、残念ながら遺憾に思っております。で私たち国際人権団体として、他の国の案件にも関わっておりますが、単にこの特別報告者日本をターゲットにしてこのような行為を行っているわけではない。世界のさまざまな国でプライバシーが侵害されたり、NGO を監視する、市民を監視するという法律が出た際には、すぐに速やかにこういった行動を起こす、ということを日本に対しても行った、だけということ、なんですね。で日本につきましては、世界180何カ国ございますが、その中でも、国連の人権理事会の理事国になっております。で47しかない人権理事国の、1国に日本が昨年に移行しまして、今年の1月から3年間の任期で理事国を務めています。でこの理事国というのは世界中の人権、問題について、最前線で最もリーダー的な立場に立つ国でないと選出されないということになっておりまして、そういった高いスタンダードが日本に求められています。そしてこの理事国になる際に日本政府が今後3年間どのようなことをやっていくのかということについて日本政府として制約をしております。でその中にはですね、国連人権高等弁務官事務所 OHCHR や特別手続き、すなわちこの特別報告者ですね、この制度の役割を重視する、そして特別報告者との有意義かつ建設的な対話の実現のため今後もしっかりと協力をしていくということが制約をされています。到底個人の見解だと言ってこのような抗議をする、一切無視をするという対応であってはならないということで、ここで国際社会から出された行為にきちんと耳を傾ける必要があるということを私たちは痛感するものです。この対象犯罪260、270以上にも上るとされていますが、この審議時間があまりにも短く、一つ一つの時間、一つ一つの条文に関してそれぞれ共謀罪というものを導入するにあたっても本当にこれが市民の自由を侵害しないのかということを十分に議論するべきである。でそして実際この法案についてももっと早めに出して、そして市民に対してパブリックコメントをする、市民社会に対してコンサルテーションをする、公聴会を開く、そういった手続きを踏んで初めて合意されるということも一切ないまま、唐突に法案が仕上がって、そして30時間の審議でいいんだと、そして一方的に恣意的な運用はないんだということで、権力というものは誤り売りますし、そして冤罪の危険性もあるわけです。そしてこれだけ広範で、曖昧な規定がありますと、市民の間に不安が広がるのも当然ですけれども、そんな不安はないんだというふうに一蹴していいものでしょうか。もう少し私たち市民社会、そして国連からの適切な声に耳を傾けていただきたいと思いますし、今からでも遅くないと思いますので、慎重な審議を求めたいというふうに思います。私からは以上です。ありがとうございます。次は自由人権協会代表理事の芹沢仁さんにお願いしたいと思います。発言お願いします。ただいまご紹介いただきました代表理事の4人いるんですけれども、そのうちの1人の芹沢と申します。私どもは入り口でも配布しましたけれども、5月15日付でこの共謀罪法案に対する反対の意見を声明として出しておりますので、詳しくはそちらをご覧ください。今日この場で私が内部的に割り振られたテーマはですね、大量監視と共謀罪法案ということですので、そのような限定の下でお話しさせていただきたいと思います。キャタッチの所管質問状は共謀罪が監視を強めるということを指摘しております。でこの指摘自体は共謀罪法案の制定に反対するさまざまな団体や個人がこれまでにも指摘してきたことですので、取り立てて目新しいものではありません。しかしその一方で一億総監視化社会が進んでいくということについての国民一般に共有されたものがあるかといえばそうでもなさそうです。でそこで私はこの場を借りまして、でメディアの力をお借りして
この共謀罪法は、まあ、いかに監視化社会につながるのかというその危険をですね明らかにして、そして国民一般にこの法案の持っている危険性の認識の共有の輪を広げていきたいと思います。まず共謀罪の特殊な構造を確認しなければなりません。それは犯罪行為に実行する以前に準備段階、相談の段階でそれを犯罪とするということ、これが一番決定的な特徴です。で、犯罪には捜査がつくものですから、その2つを総合すると犯罪に至らない、外からは見えない段階のある行為、あるいはある相談事、それを犯罪として捜査していくということにならざるを得ません。で、そうだとするとそのように特殊な犯罪の捜査がどのように行われるのかということを考えてみる必要が出てきます。で、簡単に言えば外形ではありませんので目に見えないもの、共謀罪に設定されている277の犯罪のその全て計画段階でそれを捜査の対象とするなんてことは不可能、あるいは仮に可能であるとしてもそれは効率を考えれば決して合理的なものではありませんから、そうはならないからです。で、そうなってくると、じゃあ何を、どういう人々をどの段階でということが問題になりますけれども、それは簡単に言えば政府の言葉を借りれば一般人と一般人ではないその犯罪を犯しそうな怪しいやつら、この二分法が適用されることになります。で、この一般人と怪しいやつその間の区別の線引きというのは極めて不明確なものです。言ってみればですね、例えてみれば安倍首相が美しい国と考えるものをそのまま美しいと考える人は一般人、そうでない人々は怪しいやつとされてもおかしくない、そういう法案の中身ということになっています。で、そういう線引きが極めて不確かですから、したがってその怪しいやつらを想定して彼らの行動を探って、そしてしかも彼らが怪しいことをしていそうだという段階で罪にして逮捕することができる、こういう法行動を取らざるを得ないことになります。で、それだけではなくて犯罪ですから、捜査ですから、そのためには証拠が必要になります。その証拠を集める方法としてどのような方法が取られるのかといえば、さまざまな監視の手法ということにならざるを得ません。例えば監視対象集団に潜入するという、古典的な方法が一つ考えられます。あるいは集合した人々の顔写真その他を撮影する、あるいはそこでの会話を盗聴する、録取する、こういうことも行われます。あるいは監視対象者の行動を把握するためには GPS 操作も必要になってくるかもしれません。実際に現実に日本の警察がそれをやっていることは最高裁判所の判例で明らかにされ、その点については問題ありとされました。あるいはスノーデン氏が指摘するようにメール盗聴等が可能になっていて、現在もその可能にする手段は政府が用いることができるというふうにも言われて伝えられています。で、共謀罪法案というのはこのような監視のあり方を令状主義その他の手続き的正義の原則にのっとってコントロールしようという発想を全く持っていません。これは菅長官の回答に対する検察審の反論にもあった通りです。で、このように警察活動に対する立憲主義的な、あるいは法治国家的な、法治主義的な制約をなくそうとする、そういう立法ですから、権力を縛るというところもない、そこから解放された捜査権力がどのような振る舞いをするのか、恣意的な認定をして犯罪とは関係ない人々を逮捕にまで至る、そういう恐れは極めて強いだろうと思います。で、さらに言えば盗聴法の場合と同様にですね、このような監視が行われるということになりますと、それは監視対象者個人をチェックするだけではなくて、そういう人同士の交流をチェックすることも必要になりますけれども、それだけではなくて、その種の準備行為というのは常に通常の情報や物品の交流ということにつながっていきます。さらにはそういう準備行為とまでいかないごく一般の一市民としての生活をも持っているはずなので、で、そうだとするとその人を監視することによってその相手方も全部ということになります。さらにはそういう社会になっていきますと、市民同士がお互いに、警察の友で、格好的な警察の友方の人間が想定される、これは旧東欧社会で見られたこともあるんです。これが日本社会でも出来上がってくる、そうなってきますと自由な雰囲気が完全に失われていきます。このようなことを可能にするような共謀罪法案というものは絶対に認めるわけにはいません。以上です。ありがとうございます。
次は、アムネスティ・インターナショナル日本の、活動部門チーフの山口薫さんから、発言いただきたいと思います。お願いします。ありがとうございます。アムネスティ・インターナショナル日本の山口薫と申します。私の方から3点ほど簡単にお話しさせていただきたいと思います。まず今回の特別報告者の話ですけれども、今回政府はこの条約の批准に関して、テロ対策であるというふうにおっしゃっている、それから国際社会の要請に応えるというふうに説明してきたと思います。ただもしですね、やっぱり国連加盟国として日本政府は今回の特別報告者に対して答えなければならないと思いますし、それの特別報告者に対する回答対応というのも国際社会の要請の一つでありますので、こういうふうに矛盾した態度で回答を拒否する、全くこれはおかしな対応であるというふうに言わざるを得ないと思います。で、2点目なんですけれども、この法案の説明にあたって、市民団体の性質が組織的犯罪集団に変容すれば、この法案、法律となった際には対象となる可能性があるというふうに述べています。で、これに対して今回特別報告者の方からは、NGO、 特に国家安全保障に関する機密性の高い分野で活動する NGO の業務に及ぼす法律の潜在的影響についても懸念されているというふうに述べておりますし、この組織的犯罪集団の定義が曖昧であるというふうに指摘しております。で、これに関して言いますと、特に私たちのような、アムネスティというのは市民活動団体として、さまざまな人たちが声を上げて政府に対して、何が人権侵害となっているというようなことを訴えていく運動をしております。で、例えばその民主化運動を行ったり、政府に対して政府が反対するようなことを言ったために逮捕されてしまう活動家、こういった人たちが世界中にいるわけです。で、私たちの団体はそういった人たちを長年支援してきました。で、今まで著名な方で言えば、ミャンマーのアウン・サン・スー・チーさんなんかもいますけれども、そうしますと当時、犯罪者だというふうにその国の政府から見られているような犯罪者を支援する団体というのは、この定義から言いますと組織的犯罪集団になりかねないわけです。でも私たちの団体というのはずっと同じポリシーを持って、同じ目標を持って活動している団体ですので、組織的犯罪集団にこの性質が変容するということは考えられないわけです。で、またその対象となる活動家の人たちも同じ人権のために活動してきている人たちなので、その活動自体が変容するというふうには考えられず、変容しているのは政府の側なんですよね。で、やっぱりミャンマーの政府がこう変わったように、この政府の対応によって何が犯罪であるのか、誰が犯罪者であるのかというのが恣意的に判断される恐れというのがあります。ですので、こういった法案が今審議されて成立してしまえば、私たちのような市民団体に対して大きな打撃となるというふうに考えています。で、最後なんですけれども、この先ほど芹沢先生もおっしゃったように、準備行為を把握するために監視社会となった場合、私たちのような市民団体が支援者の方のメールアドレス、電話番号、そういった情報も持っているわけです。それに関しても、それに関しても監視の目が光らせられるのであれば、私たちの団体をどんどん一緒に活動してくれる人がいなくなってしまうわけですよね。やっぱりこれは市民活動そのものが萎縮してしまうという恐れがあるのではないかと考えています。で、そういった細かい情報が取られることによって、どんどん市民団体としての活動が しにくくなる、イコール一般の市民も声が上げにくい、そういった状況になると思われます。現にタイや他の国ではもうアムネスティの支部もありますけれども、支部としての活動が困難であるだけでなくて、一般の市民や学生が逮捕されるというような事態が起こっております。日本でもこういったことが起きないのかということが本当に懸念される状況にあると思います。ですので、ぜひ、
今回の特別報告者の件だけでなく、共謀罪に関してぜひ報道し続けていただきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。最後に、反差別国際運動事務局長代行の小森恵さんから発言いただきたいと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。反差別国際運動の事務局長を代行しております、小森恵といいます。よろしくお願いいたします。反差別国際運動は、日本を中心に、アジア、それからヨーロッパ、それからラテンアメリカに拠点を持ち、またジュネーブにですね、事務所を持ちつつ、世界からですね、差別をなくすためにさまざまな活動を展開しております。特に、マイノリティの集団、あるいは先住民族ですね、の、差別撤廃、それから、権利のために、30年近く、活動をしてきました。で、今回の法案、すでにですね、それぞれさまざまな団体から懸念が表明されました。私たちの組織も同じ懸念を共有します。その上で私たちの運動と関わってくることからですね、特に2つ重要な点を申し上げたいと思います。で、マイノリティ、先住民族は歴史的また構造的に社会の一番隅にですね、追いやられてきました。例えば日本で言いましたら在日コリアン、あるいは移住者のコミュニティ、あるいはアイヌ民族、そうしたことでも分かりますように、特にですね、日本国籍を持たない外国籍を持っている人たち等に関しましては、市民的な権利に様々なその権利のアクセスですね、様々な制限がかかってきました。そして、この法案が通れば、先ほどから議論されておりますように、日本のですね、主流社会ですね、メインストリーム、そこにですね、いる人たちのプライバシーが侵害されたり、あるいは意見やそれを表明する自由などが侵害されるというふうに考えます。で、そうなった場合ですね、そのメインストリームにいる人以上にですね、すでにですね、社会の終焉に追いやられている人たちどうなるのかっていうのは、想像につきます。その人たちの権利が侵害されるっていうのは非常に高いというふうに考えます。これはすでにですね、例えば人種プロファイリングということでですね、こういう集団ならこうであろうということで、例えば肌の色だとか、あるいは国籍、あるいは出身国、そうしたことをですね、持ってですね、まず疑ってかかる。で、これはすでにモスレムのですね、日本のそのモスレムの人たちのプライバシーですね、をすべてですね、個人情報を集めたというようなことで裁判にもなりました。それから最近ではですね、沖縄のその米軍基地の反対運動をしている人たちに対してですね、例えばですね、民間の警備会社を使って人々の個人情報を集めたというふうに聞いております。それから運動のリーダーがですね、捕まって不当にその長期拘束されたというようなことがあります。で、こうしたことが一番に起きるであろうというふうに考えます。で、2つ目、日本は先ほどから話がありましたように、さまざまなその人権条約、国連の人権条約に加入しております。で、私たちが最も使っている人種差別撤廃条約、これにもですね、加入をしています。で、実は今回のこの、共謀罪のその法案通すためにですね、日本政府はさまざまなその国内整備をしなくてはいけないというふうに言っておりますけれども、この人種差別撤廃条約に加入すれば、実は日本の国内で人種差別を禁止する法律を制定しなくてはいけません。もうすでに日本がこれに入って22年経ちます。しかしながら、そうした差別を禁止する法律というものは一切ありません。そのためですね、マイノリティ、あるいは先住民族の人たちは、こうした法律がない、あるいは人権を侵害された場合に救済される機関がない、そういう条約には入っているけれども、何のその法律も制度もないところで、自分たちの権利を回復したり、あるいは差別を訴えるときにどうするかといえば、それは日本がいくつも入っている条約、その国連
国連に行くわけですね。そして国連では私たちが市民として、日本社会におけるそれぞれの条約に関係する、問題を提起できます。でそれを人々は使ってきました。これを大きくその国連人権システムというふうに言われております。今のその先ほどからお話の出ている人権理事会だとか、あるいは特別報告者、これも全部この国連人権システムの中に入ります。でこの国連人権システムを本当によく使ってきているのが、こうした日本の国内におけるマイノリティのコミュニティであるというふうに私は考えております。しかしながら、こうしたことがですね、本当にこうした日本の中でその救済手段がない、国連に行く、そういう道さえももしかすればですね、この法案が通ればさまざまな形で制約されたり、あるいは萎縮効果というもので人々がそういうことを使わなくなるかも分かりません。でそれが大変私たちにとっては心配されることです。政府が今回この法案を通せばですね、すでに皆さんもご存知のように、こうしたマイノリティに対してそのヘイトスピーチが蔓延しておりますし、ネット上では、まあ、非国民である、ネット上ではですね、さまざまなその差別的なその情報が流れております。で私たちのようにですね、その、問題を訴える者に対してもですね、まあ、非国民であるだとかっていうふうなことがですね、しょっちゅうその、ネットで流れております。でこの法案ができればですね、本当にそういうことをですね、お墨付きを与える、そういうふうになるのではないかというふうに非常に懸念します。マイノリティでの権利をですね、引き上げること、それがですね私たちの大きな目的であります。でそれがされてこそですね、日本社会全体のですね、人権のその基準が上がるというふうに考えております。でそうした意味も含めまして、本当に日本がですね、本当の意味でのその人権、保障国に、理事国として人権保障国になるためには、こうした法案をですね、絶対通してはいけないというふうに考えます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。以上で登壇者からの発言を終わります。冒頭紹介したですね、ケイナタチさんからの、反論ですね、皆さん、聞いてみて、だいぶ強い形の非難、日本政府の抗議に対する非難だったと思います。しかしながら、このような強い、非難をですね、は当然だと思います。先ほど伊藤からも説明あった通り、日本は今国連人権理事会の理事国なんですね。にもかかわらずですね、特別報告者からのこういった懸念について、一個人の見解に過ぎないというふうな切り捨て方は許されるものじゃありません。またですね、その回答、抗議の内容もですね、さっき読み上げましたけども、また噛み合ってないですよね。その国連の越境、組織犯罪処罰条約の批准のために必要だというふうなことに終始しているわけですが、じゃあその条約に、批准するためであればプライバシー権に対する侵害が許されるのかと、そんなわけがないわけで、全く噛み合ってない、泣き目のない回答なわけです。まあ、ですので我々としては、日本政府に対してまずしっかりと今回の経済さんからの懸念に対して中身のある回答、プライバシーの権利が、侵害される懸念があるというふうにおっしゃっているわけで、必要な政府ガードがないと、救済の措置がないというふうに言われているわけですから、この点に対して、きちんと向き合って回答をすることを求めたいと思います。まあ、そのためにですね、今日、強行採決されるというような話もありますけども、そんなような拙速な審議をせずですね、まずこの国連からの人権の専門家からの指摘について真摯に向き合って、必要であれば修正を行った上でですね、しっかりと国会で議論していただきたいというふうに思っております。以上で我々からの発言を終わりまして、皆様からの質問を受け付けたいと思います。質問のある記者の方は手を挙げていただきたいと思います。どうぞ。すみません、ジャパンタイムズの尾崎と申します。よろしくお願いします。その一連のその書簡をめぐるですね、動きなんですけれども、ちょっと時系列というかその事実確認ちょっとさせてもらいたいんですけれども、まずその5月の18日付で、その金立さんから、安倍総理宛ての書簡が送られ
声明が発表されたと。で、それを受けていろいろ情報を総合すると、おそらく18日の段階ではすでにその菅官房長官から金立さん宛てにその抗議の文書が、送られたのではないかと。でそれ、この5月18日の文書は日本政府となってます。日本政府、あ、はい、でそして、先ほどから問題にしているのは官房長官の22日の会見、昨日 の午前中ですかね、行われた記者会見で、個人的見解だみたいなことは確かに日本政府 の文書の見解の中に入ってませんでしたね。だから、だから官房長官が言ったその、言葉で言ったことっていうのと、その日本政府が書面で出したものとは少し違っているというふうに認識していただいた方がいいと思います。で先ほどその伊藤先生が、口頭で読み上げられたのはその18日の段階で日本政府が出したもの、出したものってことですね。もちろんこれ英語になったものが出てるんだと思うんですが、その日本語バージョンというものは国会の議員の方には配られているようで届いたので読み上げたということです。なるほど。で、その、18日の、日本政府からの文書を受けて、金立さんの方で、19日の朝に、このようなその要望を出したということで、さっき話がありましたよね。その朝に出ている要望というのは、これは今日お読みしたものの中の括弧に入っている部分ですね。そして、この文書そのもの、官房長官が言われたこととその日本政府の見解両方に対する反論文書は来たのは昨日です、で、昨日メールで送られてきたので、その、海田先生が昨日、メールで送ったっていうのはその昨日の、菅官房長官のその会見を受けて、長官が会見でこのようなことを言ってましたけどというのを先生の方から金立さんにメールをした、はい、それは、正確に言うとですね、この会見の中身が ロイターのですね、ニュースになって流れて、それがすぐ英語になっていたので、それを引用して今日官房長官が会見されてこういうふうに述べられたようですと、官房長官の言葉についてその何かコメントありますかというふうに送ったら、これがピュッと送られてきたんです。昨日の段階ですぐに返事が来た。でそしてこの返事のメールはロイターにも送ったよっていうのがちょっとついてたんですけど、そこは読みませんでしたけどね。わ、かりました、ありがとうございます。おそらく今日東京新聞の一面にも載ってますけれども、これも東京新聞が直接メールしたので、その同じものを彼はメールしたんじゃないかと思います。そういうことです。だから彼としてはアクセスしてきた記者にはそういう形で応じてるんじゃないかと思う。あ、いいですか。神奈川新聞の田崎と申します。登壇されている方のご発言については非常によく分かりますし、その危機感すごい伝わってきたんですけども、ちょっとそれの前段階でですね、この会見がですね、どういう所属のその団体が懸念を発表したっていうのは分かるんですが、その金立さんの声明とのやり取りの今の顛末においてどういう位置づけなのかっていうのがちょっと分かりにくくてですね、その各団体が今回のやり取りについてを受けた形で声明を発表しているわけではないと思うんですよね、日付的に。でそうするとどういうその位置づけの方々が並んでらっしゃるのかっていうのをちょっと海田先生にちょっと説明していただきたいんですけども、どういう位置づけと言われても、要するにこの共謀罪法案が強行採決されるとは困ると思っている、人権 NGO が集まっただけのことなんですけど、そういうふうに理解していただき、海斗先生はそのあれですよね、その共謀罪能の立場として来られているという。その通りです。あ、わかりました。すみません、どうもありがとうございます。はい、でそして、別に僕がその共謀罪能実行委員会の代表でもないんですけれども、一生懸命活動している中心メンバーの一人であることは事実なんだけど、で日本は今こんな大変な状態になってますって言ってですね、人権高等弁務官事務所にいろんな情報提供していた人、他にもたくさんいると思うんだけどね、そういうことをやっていて、その結果この書簡が出たと。でそしてその書簡を一生懸命翻訳しましたと。でそして公表したと。そしたら今度は官房長官がこういうふうに言われていて、日本政府からもこんな反論書が来てると。でその記者会見やるんでコメントいただけませんかっていうふうに送ったら、そのコメントが来たので、それをまた翻訳して皆さんに公表したと。簡単にもそれだけのことなんですが、はい、何も難しいことはないと思います。あ、すいません、朝日新聞の後藤と言います。ちょっと先ほども海田先生ちょっと触れられたような気もするんですが、菅官房長官の会見、22日の会見で、
金立市 の所管についてですね、独立者個人の資格で、国連の立場を反映するものではないということを言っている一方で、17日に政府が金立市さんに送った文書の、7のところで、あなたは国連の立場からこのようなことを言ってしまったというようなことを言っていて、要は金立さんについて菅さんは国連の立場を反映しないと言っていて、政府の文書は国連の立場でものを言うなと言っていて、これは一体どういうことなんでしょうか。だからこれはね、政府、これはジュネーブ代表部が出しているペーパーの方が正しいです。菅官房長官は完璧に誤りを犯している。で、当然ですね、特別報告者が国連の立場で行動しているということは外務省はしばしば確認してきていて、一番分かりやすいのが北朝鮮問題に関する特別報告者って選任されてますよね。で、日本政府の公式見解の中で国連特別報告者と緊密に連絡を取り合いながら行動するということが政府方針になってるんですよ、北朝鮮問題に関してはね。だから当然このプライバシー問題についての特別報告者についても緊密に連絡を取り合いながら意見がきちっと合致するまで詰めていかなければいけないはずで、普通は、世界、基準 の民主主義国という言葉が使われていましたけれども、こういう介入があったときにはですね、まともな民主主義国であれば法案のドラフティング作業は中止してコンサルティングプロセスに入るのが普通だと思います。で、現実に僕はそういうことが起こった例を聞いたことがありますけれども、それは南アフリカでですね、いわゆる秘密保護法制度を作ろうということが起きたときに、それが非常にやはり広範な内容のものだったということで、国連や、それ以外の国際人権機関などがストップをかけてですね、実際に、年単位でですね、立法プロセスが引き延ばされて、最終的に、原案とかなり違った内容のものでまとまったというようなことを聞いたことがあります。だからこの状況というのは本来そういうふうに対応しなければならない、その世界基準 の民主主義国というのはそういう意味ですよということを金立さんは言ってるんですね。だからそこはぜひ報道機関の方々もですね、このままやると本当に国連全体を敵に回してですね、戦前のリットン調査団みたいなことになりかねないような恐ろしいことを菅官房長官は言ってしまっているということをですね、その辺をぜひ理解してもらいたいと思います。ということは金立さんは一応国連の立場を反映してものを言っているというふうに外務省の方はちゃんと一応理解をしているということですか。ですね、私のこの解説バージョン2というのの中にの後ろにですね、国連のまずその人権高等弁あのじゃないや 人権理事会のホームページの1ページ目っていうのがあります。で、これの左側にスペシャルプロシージャーヒューマンライツエキスパートっていうのがあります。で、ここをクリックすると右のところが出てきてですね、で、まさしくこのスペシャルプロシージャーってのはどういうものなのかで、人権高等弁務官事務所の、協力を得てですね、各国と対話するっていうことがもうまさしくそのマンデートで書かれてるわけです。全てにわたってこういうことをやる人だってことが分かります。そしてその次の文書で資料3となっているものを見てもらうと、これは、まさしく人権理事会で、その人権理事会から提案した総会決議なんですね、これはね。そして、これだけのたくさんの国から、デジタル時代におけるプライバシーに関する特別報告者を選任すべきだという決議が上がっていて、これが国連総会で採択されて、金立さんは選ばれている。で、彼の任務がどこに書いてあるかというと、この8ページ目を見ていただくとですね、4のところにですね、この ABCDEFGH ってなってますが、このことをやってくださいということを国連から委託されているわけですね。これ委託事項なんです。これがマンデート で、この中に、いろんな情報を集めて国連の総会に、きちっとレポートを出すという、その人権理事会と総会双方に出すんですけれども、そのことがこの H って書かれていますが、その中に、さまざまな人権侵害に、関わるような状況があるときに、それについて各国政府とやり取りをして、その情報を総会に提供することっていう、そういうことが書かれていて、だから日本政府と今やってることはですね、最終的に国連総会に報告されることになるんです。そういうような位置づけになっているということをご理解いただければと思います。
TBS の報道特集の金平と申しますが、今お話をお聞きしているとね、その官房長官の昨日の会見自体がその国連の特別報告者制度に対しての誤解というか無理解というかね、そういうものに基づいたような認識だというお話だったんですよね。そうすると政府に何を言ってもですね通じないということになると国連ですよね。国連のそのジュネーブの人権委員会とかですね、あるいは国連の本部ですね、国連が取っている特別報告者制度についてこのような無理解があったというようなことについてのコメントですか、今おっしゃってたように例えば北朝鮮問題での特別報告者制度というのがあってですね、それが各国との間で緊密な日本政府も含めた尊重されるような位置づけであるであればですね、その辺の矛盾について国連の当局に何か働きかけをするとかですね、見解を正すみたいなことってのはやらないんですか。まだやってませんけど、次やる必要があるなと思ってました僕も。だって遅いじゃないですか。やらないと遅いっていう、つまりどん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 事態が準備するのが大変だ、おっしゃってる意味はよくわかるんですけどね、確かにその、切り捨て方が切り捨ては許されるものではないとか、そういうもちろん決意表明はわかるんですが、具体的なファクトとして国連全体がこの特別報告者がある種こう、侮辱されたわけですよね、そのことについて国連当局にどういうアクションを起こされるのか、あるいはこれから起こすつもりがあるのかどうなのかということですか。まさしくこの問題で次のステップで話をするべきなのは人権高等弁務官なんですよ。で人権高等弁務官が発言したらそれはもう国連そのものだということは 誰も理解するようになると思うんですね。で秘密保護法の時には表現の自由の特別報告者の当時はフランク・ラリューさんという方が発言して、それが無視された時にピレーさんという方が人権高等弁務官で、ピレーさん自身が発言したんですね。でそしてこの法案の審議については非常に問題があるということを言って、その結果何が起きたかというと、日本政府は人権高等弁務官事務所に対する補助金を打ち切ったんですよ。で国連はそれで1億円ぐらいの大損害を被った、そういうことが起きていて、同じことをもう一回やってくれるかどうか分かりませんけれども、その後人権高等弁務官事務所は日本に施設を送ってきてですね、どうかその、打ち切った補助金を回復してくださいみたいなこともやられていたんです。こういうこと言っていいのかどうか分からないけど、やっぱりすごく重要なことなのでね、日本政府に対してそういうことをやると人権高等弁務官事務所自身が困ったことが起きるというのも事実なんですよ。だから そういう状況の中で、でも ここまでひどいことを言われた時にですね、情報を提供して、しかるべきアクションをお願いするというのは僕は当然のことだなとは思いますので、トライはしてみたいというふうに思います。だけどそういうふうにやること自身がですね、国連機関そのものをですね傷つける部分もあるんだということを、そこは日本のメディアも一緒になって助けてあげてほしいなというふうに思います。ちょっと補足すると、今年は日本のですね、UPR という4年に1回あるんですけども、日本の人権状況について、国連加盟国が同僚審査を行うという手続きがありまして、そちらでは少なくともこれは絶対取り上げてほしいというようなロビングはすることになると思います。UPR の手続きの中 ですね、各国政府が、日本の人権問題の中の重要と思われることを選んで、国連のそのさまざまな条約機関や、この特別報告者のレポートでもいいんですけれども、そのどれかを引用してこれを実行しろっていうふうに迫ることになるんですね。だそういう意味では金立さんのこのレポートというものは引用される、なんて言うんでしょう、適格性があるということを訴えることはできます。それは各国の裁量でできることなんですね。朝日新聞北野です。すいません、今日は来るのが遅くて手元に一切資料がないところで質問していて申し訳ないんですが、まず先ほどの政府の日本政府側 の反論の中にですね、そうこういう公開の書簡とか出すんでなくて内々に来てくれというような非常に昔ながら そのこういう公開の場は困ると
政府の外交は秘密にやるもんだというような価値観から来ているようなあの記述がありました。で、これは、そういうふうにやる余地があったのかどうか、つまりあのこれ人権の問題なので、あの多分あのそのやはりあの人権の問題についてはそういうなんかあの大国外交で秘密裏にそのなんか外交安全保障とかそういうのとは違ってですね、やはり公開性とか非常にあの市民一人一人に関係があるので、あえてそういうあの金田さんもそういう公開のあの公開書簡という形を取る方がむしろふさわしいというふうにお考えになっているのかなというようなことも想像されるんですけれども、そういうまああの国連の中でもそういうあの外務省が昔ながらの秘密外交みたいなところで公開すんなよというような感じで言ってるのは、この特にこの人権問題に関してはちょっとあの時代遅れというか的外れな印象を持ったんですけれども、あのその辺はあのいやその日本政府の顔を立てて最初は秘密にあのちょっとこれどうなのというようなことを打診してあげるべきだったのかどうなのかということ、それからこうやって皆さんがその NGO が会見している、あるいはそのあの金田さんとその直接やり取りしているというのもですね、そのあの昔ながらの国際連盟の時代のようなその国だけが当事者ということではなくてですね、個人や NGO もそのあのこういう国際人権あの国際外交の当事者であるというようなところでこうあのそういう NGO の、 あの発言も取り入れたり、こういうあの特別報告者の地位にある人もですね、その政府の言うことだけ聞いてというようなことではないそのあの動き方をされているのかなというふうにこれまた想像されるわけですが、その辺はあの昔ながらの外交官を持っているようなあの政府をはじめそういう人には、なんで NGO がうるさいこと言ってそういうあの俺たちの邪魔するんだというふうにあの思っちゃってる人もいるかもしれないので、やっぱりその人権外交については違うんだというようなことを非常に基礎的な基本的な話で申し訳ないんですが、もう少し解説していただければと思うんですけど、あのまずですね、北野さんの今言われたことの回答はこの先ほど読み上げました書簡の第1パラグラフに書かれていると思うんですね。この私の書簡は特に日本政府が提案された諸政策を十分に検討することができるような十分な期間の法的議論を経ることなく法案を早急に成立させることを愚かにも決定したという状況においては完全に適切なものだと。だからもっと時間的余裕があってですね、時間の暇あの、話し合いをしていても手遅れにならないというような状況だったら、それ秘密裏にやり取りすることもあると思うんですよ。そういうケースも ありえないわけではないと思います。その国の非常に名誉に関わるようなことで、しかしその、じっくり時間をかけて説得しようと思うときにそういうやり方をするような特別報告者もいると思うんですけれども、彼が言ってるのはもうこのまま法案を通そうとしてるんでしょうと。だとしたらもう こういう形で公に、書簡を明らかにするしかなかったじゃないですかっていうふうに言ってるんだと思うんですね。その点は非常にはっきりしてると思います。それとあの当然ですね、あの人権プロセスというのは例えば自由権規約委員会の審査なんていうのもあと数年後にまた日本政府に対して行われるんですが、そこではですね政府側ももちろんレポートを出します。その質問された項目について政府が出すわけですが、同じテーマについてさまざまな NGO がそのレポートを作って、そしてその両方をこの委員が読んでですね、そして、この点はどうなっているんですかと、もっと十分な説明してくださいっていうふうに政府に聞くわけですよね。そしてそこで出てきた質問の答え、そして NGO 側が言って、NGO 側も直接委員に働きかけをする場が公式に認められています。NGO ミーティングというのがあるわけですけれども、でその両方の、から取った心証に基づいて勧告というものが出されるわけですね。だそういう意味であの政府側だけがそのアクターでないということはもうあの条約に関する審査などでもはっきり示されていて、この間の例えばデビッド・ケイシが来られた時にも当然時間の半分ぐらいの時間は政府機関を回られたわけですね。で政府機関を回って、そしてたくさんの政府機関の人に会った、高市早苗さんにも会おうとしたけど高市さんは弁解を拒否したんですけどね。だけどもそして NGO 側、そして民間側、普通のジャーナリストの方々とはたくさんの人に会われて、その結果ああいうレポートが出たということで、両方から調査するということは当然だと思います。ですから
今回はこの手紙というのが最初 の, その、まあ、スタートラインであって、これについて、自分の理解の違っている点があるんだったらその部分を撤回する要因がありますよということを言いながら始まっているわけで、政府としては事実認識が違っている点があるというのであれば、丁寧に手紙を書いて、法の点が違っておりますとかいうようなことを言って、それにもかかわらずその、高梨さんがどう判断するかという形になっていくのではないか、まあ、そのとにかく話し合いを始めましょうということで言われたわけ でこんな形でその質問を起こされたこと自身が気に入らないというふうに言うのはですね、これはもう国際社会の常識に反していると僕は思います。どうさん何かありますか。はい、かなり非公開でやり取りする書簡というのもかなりあるんですけど、やっぱり今回は30時間で法案が通ってしまって今日にも衆院で通ってしまうというような非常に緊急性の高い状況にあるからということだというふうに思います。それから、まあ、NGO に関しては国連憲章でですね、まあ、国連との間で、NGO と定期的に協議を行う必要な取り扱いをするということはもう国連憲章に定められているわけで、国連の一員として日本政府も当然分かっていなければならないことですので、そのイロハの意ではないかというふうに私たちとしては思っております。そもそも共謀罪にかかるこの TOC 条約自体が国連の条約であるということでですね、そのこの TOC 条約との整合性でその国連から国連のまあ別機関ということになるんでしょうけど、こういう異議や疑問が呈されていることのまあおかしさというかですね、そういったところもまあ今回は指摘されるのかなということだと思うんですけども、僕 の, コメントの中にその点を書きましたけれども、確かに国連のウィーンの事務所で作ったですね条約なわけですね、ウィーンの事務所の方は犯罪の防止刑事司法に関することを所管している。しかしそこで行われているものの中に国際人権法の視点から見たときに、疑問の湧く部分があると、法案 の, その、例えば計画であるとか準備行為であるとか組織犯罪集団そして対処犯罪こういった面について非常に疑問があるという、まあ、そういう指摘というのは人権の角度からすれば僕は当然あってしかるべきだというふうに思っていました。で、まあ、そういう意味で、まあ、僕は今日は日弁連の仕掛けで来てるわけではありませんけれども、日弁連に対してですね国際人権条約 の, その遵守を求めながらその国この組織犯罪条約の批准を遅らせてるのはけしからんじゃないかみたいなことを言っている人がいるんですよね、某毎日新聞社の方なんかもそういうことをおっしゃってる人がいるんですけれども、だけども僕は人権のスタンダードというものを考えたときにこの、まあ、条約を批准することは越境組織犯罪防止条約を批准することは当然必要だと思いますけれども、どれだけのことをすればできるのかということについては十分な考慮を行うべきで、まあ、その点については、まあ、この間参考人出た時にかなり専門的なテーマで僕は意見を述べたつもりなんですけれども、もっとずっと小さな法律的な措置で批准できるはずだということを申し上げました。それは僕はこの20年間ぐらいこの条約の、付き合ってきてですね最終的に出した結論なんですけれども、まあ、その点が正しいかどうかはそれはウィーンの方が判断するべきことでジュネーブの方で判断することではないんですけれども、少なくとも日本政府が作ろうとしているこの法案が過大なものであって、そして刑事法の明確性の原則に反するものだという意見が人権部門から出たということはですね、僕は政府がこの国連から の, 求めに応じてこの法律を作っているというですね大きな根拠が崩れたというふうに言えると思うんですね。その点では非常に決定的に重要な介入があったというふうに思っています。私たちの団体は基本的に TOC 条約にすごい反対しているということではなく、例えば人身取引の問題についてはもっと条約に従って、本当にですね条約の定義に即した形にもなってないわけですから、もっともっと例えば女性や子どものために、人身取引の被害者のためにできることがあるし、でそういった点でいうと条約の精神自体に反対するものではない。でただ、それが、まあ、日本においてきちんと批准されそしてプライバシーや表現の自由を侵害しないような形で、まあ、導入される、もしくは共謀罪部分以外に関して、まあ、きちんと適用されるというような形で、まあ、もう少し議論する時間があるべきだというふうに思っておりますが、やり方があまりにも、まあ、
拙速で乱暴であり、まあ、人権に対して非常に侵害をする危険性があるということで懸念を出しているということで、 TOC 条約がけしからんという、まあ、団体もあるかもしれないんですけども、そうではないというふうに思っております。他に質問ございますでしょうか。どうぞ、お願いします。はい、今お持ちします。あ、すみません、フリーの西中と申します。ですね、まず、この5月18日に、ケナタチさんがですね、表明した書簡を、安倍首相に宛て送付しという、これに至る、ここに至る経緯ですね、NGO からとか、この共謀罪の審議、法審議についている報告とかあったと思うんですが、そこに至る経緯をちょっと伺いたいということが1点と、それと、プレスリリースの中では、この日本のですね、裁判所がその警察の、捜査に対して監督として、監督機関として十分に機能してないという事実認識を、示しているということがありますが、おそらく日本政府側からするとこういう指摘に対して非常にこう内政干渉であるというような、そういう特に裁判所に対して直接ということなので、そういう不満があると思うんですけれども、その特に国連から出てその人権勧告とかですね、今までいろんな勧告がもちろんたくさん出てるわけですけど、やはり基本的に日本政府がその勧告を受け止めないという姿勢はずっとあるわけですけれども、今もかたくなにそういう形で官房長官がですね、そういう発言をしたということに対して改めて、ちょっとメッセージがあればですね、ちょっとはっきり分かりやすい形でちょっと伝えていただきたいんですが、話していただきたいんですけど、これが発出に至った経緯についてはですね、正確なことは よく分からないですね。もちろんその、今日ここに並んでいるメンバーのうちの幾人かはですね、一生懸命そのいろんな情報をですね、求められるままに金立さんに送ってたというよりは人権高等弁務官事務所に送ってたんだと思います。で それで、人権高等弁務官事務所でどなたがこの問題担当するかということも問題でね、実は表現の自由の問題でもあるはずなので、表現の自由の特別報告者の方が発言してもおかしくなかったと思うんですが、今回、どういう経緯があったのか分かりませんが、金立さんがこれについて取り上げられて、こういうレターが作られたということで、その詳しい経緯について聞かれても僕らには最終的なところはよくわからない。それはむしろ国連の方に取材してもらった方がいいんじゃないかと思うんですけれども、日本の NGO が、日本における人権保障そして民主主義の未来を案じてですね、様々な情報を、国連に送り続けたことは間違いありません。そのことを否定するつもりはないですけれども、それともう一つ、官房長官のそのコメントは非常に残念ですけれども、で先ほどからですね、日本のその人権条約機関の勧告をことごとく受け入れてこなかったというようなコメントもあったんですが、僕の理解は少し違っていてですね、たくさんのその、勧告は受け入れてきてるんですね、実は。重要なもので受け入れてないものもありますよ、死刑の問題とか代用監獄とか慰安婦とかこういうのは絶対受け入れないんだけれども、だけども例えば私は監獄人権センターという NGO もやってますけれども、日本の刑務所に関するその重権規約委員会や拷問禁止委員会がやった勧告はかなり実現してるんです。でそれは法務省の矯正局が非常に努力をしてですね、これは前向きに受け止めなければいけないというふうに言って、実行してきてるんですね。だから政府機関によって例えば厚生労働省なんかもかなりの勧告が受け入れて一生懸命実行してきたと思うし、日本政府全体がこういうプロセスに対して完全に背を向けていたという認識はむしろ違っていて、そういうものには極力応じなければいけないというふうに思ってやってこられていたでしょうし、例えば例えばデビッド・ケイさんの訪問が1年延期されたけれども、半年後には実現しましたね、あれなども
半年早めてくれたのは外務省の人権人道課が一生懸命政府部内を解いて回ってですね、大切な調査だから受け入れましょうということを言ってくれたおかげでああいうふうになったんですね。だから決して僕はその日本政府全体が今まで国際人権法に背を向けてきたというふうには思っていなくて、だけどこういう極めて重大な日本の国の未来がかかっているような法案についてこれだけ決定的な介入があったときにですね、官房長官が逃げもなくああいうことを言ってしまうということについて、非常に絶望感を覚えるというかですね、やってはならないことをやってしまったんじゃないかなと。でそれを誰かがいさめてもらえないといけませんよね。真っ先にやっぱり報道の皆さんがこの対応は間違ってると、その今まで日本政府としてこの国際機関から言われた勧告を一生懸命守ろうとして努力してきたことまで全部無にしてしまう危険性がありますよね。そういう意味では今回の対応については私は本当に憤りを覚えますけれども、今までずっと日本政府が国連に完全にそっぽを向いてきたというのは嘘で、人権理事国にそのこんな制約までしてその立候補して理事国になってるわけですからね、そういう立場とその今、官房長官が言ってることは真反対なわけです。そのこと自身の恥を知るべきじゃないかと思います。ここで言うことなのか分かりませんけれども、ケネタッチの翻訳の5月に改訂版で資料が出てますね。そこに括弧書きで翻訳のところで藤本美恵弁護士の翻訳を参照したという、この藤本美恵弁護士は JCLU の事務局長を務めている弁護士で、かなり早い段階で情報は入手しています。ちょっと今 のご質問に対する回答に補足させていただきたいんですけども、つまり裁判所に対しての指摘何かが内政干渉じゃないかというのはご質問かと思いますけども、そんなことは全く僕はないと思います。なぜならば日本がですね、自分の意思でまず国連に加盟したわけですよね。でその上でかつ今回その、違反の指摘を恐れ違反の恐れを指摘されている自由権規約17条1項というのが指摘されてますけども、この自由権規約というのも日本が自分の意思でですね批准してものです。でさらに日本はその人権理事会のですね理事国にもこれも立候補したわけですよね。別に誰もやってくれってお願いしないんですよ、自分がやりますというふうに立候補して制約して立候補してなった。つまりこの今の国連の国際人権保障システムについてですね、全面的に同意しますと、むしろ私はそれを支えていきますというようなことで、理事国になったわけですから、それがですねいざ自分の国がじゃ批判されたらですね、それは内政干渉だというのであれば、それはもうダブルスタンダードですよね。そんな言い分が許されるわけないということだと思います。他にご質問ございますでしょうか。よろしいですかね。それではこれでですね、記者会見の方を終了させていただきたいと思いますが、1点だけ入り口で名刺を頂戴しているんですけども、遅れていらっしゃった方と必ずしも全員いただけてないようなので、ジャーナリストの方はぜひ今後も引き続き情報提供させていただきたいと思いますので、名刺の方を置いていっていただければと思います。本日は強行採決も差し迫っている中、記者会見ですね、すみません分かんないけども、そんな逼迫した状況の中ですね、出席いただいてどうもありがとうございました。以上で記者会見を終わります。Thank you.